あ、そうね、変換してもらってリーダーオーカー変換です。拍手。リーダー終わりました。じゃあもうそれお疲れ様でした。1年間危ない。秋葉原の方でちょっと飯食う。秋葉原どっかでチャーシューっぽい。チャーシューっぽい。チャーシューっぽい。シンプルにボルトじゃなくてヒット。ヒットだけがいい。だからね、今ね、リスナーからの指示がちょうど二分してる状態。なるほど。あ、もう一つ私に来るラジオネーム。しないといけねえぞ。おいおいおい、おい、コーチが火でかくしよ。やべやべ。なるほど。ジュリックって言うの。
僕もなんか食ってきたんだ。これわかるんだよ、本当に。あ、それはそうです。そうだってみんな同じ頭だから。俺は血のレベル一緒だよ。そうそう、間違いないな。いや、まあ、食べてる感じはしなかった。で、いつでも焼けるよっていう状態らしい。いいよ、いいよ、見たい。めっちゃおもろいじゃん。いや、俺はでも友達歴10年目だよ。長いことで友達歴10年目。友達歴10年目。俺はもう出会った日から俺は友達だから。ねえねえねえ、今日は結構来てるってよ。寝るか。もう早く次来た。ごめん、戻してなるの早いから。早いじゃん。楽しね。30問目どうなんだよ。俺は30問目どうなっちゃうんだよ。60問目の時のお前も体もたねだろ。愛になりすぎちゃうよ。いやだ、皆さん話盛り上がりすぎて2問目にして10分経っちゃいましたね。花クシフルティカでストップ。オティカ。私は花クイーンまで飲み込みます。頭脳の俺で運転とか知識の方に欲求の時に欲求食欲の方に欲求
なんで気づいてるかわからないけど、消しの話しかしない。危ない危ない、やっぱ俺マーベル好きでよかったな。あとスターストレンジが頭に出てきちゃって。よいしょ。ごめんけど俺は言ってなかった。